皆さんこんにちは、サックス奏者の鈴木優子です。今日は高音域を克服するための練習方法をご紹介していきます。綺麗な響きのある高音域が出せないとか苦手な方って結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。結局慣れだったりコツをつかむことが大事になってきます。私も昔は苦手でした。そんな私がどうやって高音域を克服したか、実際に行っていた練習を今回は簡単に2つお伝えしていきます。またこれまでにも高音域の出し方というような動画や生配信でもかなり詳しく喋っていますので、ぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。それではまず1つ目の練習方法からお話していきます。まず1つ目の練習方法は高音域を拡張していく練習方法です。よく陥りがちなのが、どうしても高音域が難しいからといってその単体の音だけを出そうと思って頑張って、よくブーブーっていう風に失敗してしまったりとか、音がうまく出ないっていうことが陥りがちなポイントです。実際に音が出ないパターン、失敗例というかうまくいってない場合のちょっと実演をしてみたいと思います。はい、とまあこんな感じでブーブー言ってしまって、こう詰まってしまって高音域が出ないと。これの主な原因は大体がこう口閉めすぎだったりするんですけども、あとはやっぱりこう高音域のそのポイントっていうのがよく自分で把握できてなくて、音がちゃんと当たらないっていうことになってきます。でこれやけになってもう単体でその音ばっかりブーブーブーって練習しても絶対うまくいかないので、出やすい高音域からスラーでどんどん広げていく、で息をたくさん入れていく、口にも力を入れないっていうことで苦手を克服していく方法を取ります。大体の方が苦手意識によって口が閉まってしまったりとか、そのポイントがよくわからなくて息の方向性ですねを変えられなくて音が出ないっていうパターンなので、出やすい高音域、意識が苦手って思ってない高音域から徐々に高い方に広げていく、そうやって慣れていく、それから息の方向性ですね、ちょっと上向きを狙うっていう感じで徐々に自分の意識を変えていく、そして慣れさせていくっていう感じにしていこうかなと思います。感じで単体の音じゃなくて出やすい高音域からちょっとずつ拡張して慣れさせていくっていう練習方法、結構自分には効果があったのでこれすごくおすすめします。でこの楽譜ね載せましたけど、セクションずつで練習していって大丈夫なので、全部をこうバーって通すのではなくて、じゃあ今日はここの部分だけ何回か繰り返してみるとか、このレからレシャープだけ繰り返してみるとか、レからファシャープこのセクションだけちょっと練習してみるとか、そういう感じで部分ごとに練習してみても効果があると思います。この全然通す必要はないので、ご自身で苦手な音が含まれているところを練習してみてください。はい、今おすすめしたこの拡張していく練習、これができた方でビブラートが使えますよという方は、ぜひ今の練習方法にビブラートを加えて、均一なビブラートをかけた上でより響きのある高音域を目指して練習するっていう方法も取ってみてください。そちらもちょっと実践してみます。
ビブラートは口が柔軟じゃないとかからないのと、まず息もしっかりちゃんと流れるアンブシュアじゃないとうまくかからないので、このビブラートがちゃんとかけられた上で高音域もしっかり出せるっていうことで相乗効果があると思いますので、ビブラートができるよという方はぜひこの練習方法も行ってみてください。それでは二つ目の練習方法をお伝えしていきます。高音域は下の方の音域に比べると息のスピード感が必要になってきます。息の速さですね、量より速さと思ってください。また口も締め付けない方がいいですし、息の方向性も下向きまっすぐっていうよりはちょっと上に出すように意識してみるとより出しやすくなってきます。で、私個人的には高音域はあんまり喉を開きすぎないように意識しています。もっと細かく言うと下の位置とかもあまり上がりすぎず下がりすぎずという感じでやっています。口のですね、上顎あたりに息を当てるようなイメージでやっています。これからお話しする、2つ目の練習方法はオクターブで音域を拡張していく練習方法になっています。例えば、ドからレに行くのと、ドから1オクターブへのドに行くの、これ距離感全然違いますよね。ということは、例えば階段を普通に登るのと2段飛ばしで登るの、どっちが大変ですか？これ2段飛ばしの方が絶対に大変だし、エネルギーがよいしょっていりますよね。音符の跳躍に対して同じように皆さんも考えてほしいんです。ドからレに行くより、ドからド、1オクターブ開きがある方がエネルギーが必要になってきます。ということは、息の量とか息のスピード感もドーレーっていくよりドードーっていく方が当然必要になってきます。下の方から高い音に行く、そして距離感があるときはエネルギーが必要というふうに考えて吹いてみてください。それから、息の方向性も、そうそうっていく場合だとそうそうって出すのではなくて、ポジションを少し変えるイメージですね。高い音ってこの低い音域のポジションで歌えないと思うので、楽器でも一緒ですね。そうそうって行くとき、息のスピード感、息の量を増やして、息の向きもちょっと上を意識してやってあげると音程がより定まりやすくなってきます。跳躍するときに、上の音に特に行くときに、息の方向性がこの下の音と同じような方向性のまま上に行ってしまって、息の量やスピードは上がってるけど息の方向性が伴ってない場合、音程が結構ね下がってきてしまいます。だから高音域に行ったときに音程が下がりやすい、どうしてもフラットになってしまう方っていうのは、ちょっと息の方向性、それから喉が開いてないかとか、ちょっと注意してみてください。さっき言ったようにエネルギーが必要になってくるので、息の量とかスピードが増えるとどうしてもちょっと口の中、喉開きやすくなってきます。そうすると音程が下がってきて綺麗な高音域ではなくなってきてしまいますので、その辺をトータル的に改善していくための練習と思ってやってみてください。感じで、これも一小節ごとセクションごとで練習してもらって大丈夫です。上級者の方はぜひビブラートも添えて練習してみてください。気をつけることは、息のスピード感をしっかり意識してエネルギーを使うっていう風に意識して吹いてあげることです。
で、特にオクターブ上に上がる直前ですね。そこにエネルギーをかけることが大事だと思っています。そうそうっていく場合だと、そうそう、この音に当たる瞬間、当たってから息の量を増やすのではなくて、本当に直前ですね。そうそうって行くときにエネルギーをしっかり上乗せしてあげることが大事です。なので後押しになったりとか、上に登った音がアクセントになったりとかしないようには気をつけてください。また、上に上がった音程、特にこの今1オクターブでやってるんですけど、その上の音程はぴったりじゃなくても個人的にはいいかなと思っています。ちょっと気持ち高くても大丈夫だと思いますが、しっかり耳で聞いて、チューナーでも見ながらやってみてください。下の音程と上の音程、チューナーでぴったりすぎると、ちょっと上の音程が低く聞こえてしまう可能性があるので、まあ、ちょっとだけ高いくらいだったら全然気持ちよく聞ける幅になるかなと思います。はい。じゃあこのね、やり方としては簡単な2つの練習方法をお伝えしたんですけれども、ぜひ皆さんも実践してみていただいて、自分なりにまた工夫して、耳でしっかり聞きながら行ってみてください。それでは、ありがとうございました。